はい、ということでございまして、宮城遠征2日間、終えました。古今亭菊之丞でございます。初日はねちょっと肌寒くてお客様どうかしらと思ったんでございますが、おかげさまで満員御礼でございまして、で次の日はねもう日が出て大変にあったかくて、なんかね噂によりますとすごい近隣で落語会が あったそうなんで、お客様こう割れちゃうんじゃないかしらと思ったんですが、まあ本当に2日目も大勢様来ていただいてありがたいことでございます。これからまたね、もう茨城県内だけじゃございません、もう本当に、いろんなところから来ていただけるとね、もう本当に大変便利いいところでございますので、ぜひぜひまた遊びに来ていただければと思います。私の方はまた5月ね、こちらでやりますので、ぜひまた遊びに来ていただければと思います。どうもありがとうございました。菊之丞でございました。